愛っていうのがあったっけ。あ、育児体験するんですね。ちょっとなんか用意したんですって、育児の気持ち、あのミンクさんの気持ち。テレビで見たことある。あれだ、わー、絶対思った。ちょっと重い重い重い、これはね。わー、重たい。わー、これで妊婦体験、これつけたら妊婦の、妊婦さんのしんどさ分かる。何ヶ月？相当重い。何ヶ月くらいですかね。これ何ヶ月やったっけな。は、臨月とかですかね。8、10?10 はもう生まれるよ。8ヶ月くらい出ちゃう。9、8くらいですかね。10ヶ月。じゃあもう限界だ。生まれるの時は。ちょっとつけてみます。誰がつけます？つけてみたい。つけてみたい。最初だって、最初。最初やる？分かった分かった。じゃあやるわ。松本さん行く？めっちゃ重そうじゃん。付け方、これ一回ね、あれすんの。これ何用なんやろ。そういうほんまに体験用。体験用じゃない。そうです。うわ、重っ。あ、ちょっと誰か手伝ってくれへんかな。誰か手伝ってくれへんかな。旦那さんとかのあれじゃない。待って、これを肩にお互い巻かるようにみたいな。あ、これをこうだ。違う。ここでこっち、あ、重たい。これこうで、重たい。待って、重たい。ほんで、めっちゃ大変。あ、なにこれ、どうなの。あ、すっごい重い。あ、なるほどなるほど。髪の毛やばい。ああ、最悪や。それ一番あかんで。ちょっと髪の毛ほんまに。あ、ちょっと髪の毛ね、あのお腹がね、あ、重っ。これ重いわ。これを早く生まれてくるんやで。ここにジャックがついてんねや。早く生まれてくるんやで。おっぱいちっちゃいな、これ。これどうなってる？いや、これでも多分大きくなってる。そう、あ、そうだ。おっぱいも重み入ってんすか、それ。そうで。おっぱい入ってんす。なんか硬いやつが入ってます。スポンジ。これはこうだ。あー、なんか、あー、なるほど。どうですか。いや、めっちゃ重い。ルナ、ルナ、こんなにおっぱい大きいこと。ちっちゃい、ゆでた、今。これで料理とかしたり。うわ、これ歩ける。あー、やば。しかもハイヒール。無理じゃない。あ、ヒールはね。どうします？これみんな、あ、ちょっと下がります。うわー、重い。ちょっといろいろ、こんなんがしんどいらしいみたいなのがあるんで。取れへん。え、どうやってこう…取れない？こうやな、おー、多分。なるほどね。でもなんか似合うよ。似合うよね。え、こうは取れへん、もうこう…でもこういったらなんか…似合うよ。いい感じ。あー、無理だ。無理や。うわ、大変やな。これで階段上り下りしたり。前かがみできひんし、だって赤ちゃんいるってなったらもう…いい感じのカーペットが。もう無理無理無理。まあこの状態でなんかいろいろやってくる。何します？え、無理だこれ。ちょっと…だってこれ大丈夫ですか？家やと思ってちょっと座ってみたりする？え、怖っ。小銭を。あ、小銭をね。え、ちょっと待って。小銭を。拾える？拾える？あ、どうしようかな。落としましたよっつって。うわ、大変な。マジで。あ、そうやんないと無理だ。しかもなんかこうやって持たんな。起き上がるのも大変。本当にそんなしんどいんや。なんか、しかもここに赤ちゃんがいると思ったらもう。そうだよね。ちょっと寝転んでみます、じゃあ。え、どうやって寝転ぶの？え、だって寝るときはだって寝返りとか。え、どうやって寝転ぶんやろ。そうか、寝返りとか打てないですね。寝ないと毎日寝るわけだ。どうすんの？寝返りめっちゃ打つ寝方の人どうすんだろう。うわ、これめっちゃ怖い。赤ちゃんがさ。お前やで。赤ちゃんが。ルナでもなんかママっぽい。ママ似合うよ。ちょっと寝ます。おやすみなさい。マジで。あ、そう。はい、起きて朝。おはよう。寝返り無理、寝返り無理。あ、寝返り無理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 なんだ。あ、起きられないじゃんこれ。起きられないんだ。え、どうすんの。起きられないんだ。マジで。お父さん起こして。お父さん起こして。どうやって起きんのやろ。お父さん起こして。だってお父さん仕事行っちゃってて起こせなかったらどうすんの。どうすんの。え、な、多分こうやって、あ、怖い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 。こうやと思う。なるほど、大変。で、立っておしっこ行く。トイレ行こう。そのまま座ってみよう。その椅子に。怖い。お腹が大事だからさ、そんななんか。妊婦やな、座り方。お手用足したらほらお尻拭かないと。ここのトイレットペーパーを巻いて。それやりたいだけ。ここだったらここトイレット。やるな、やるな。もっともっと巻かないと。一応ダメだよ。もっとぐるぐるぐるってこの体勢で。めっちゃ難しいこれ。片手じゃ巻けへんで。片手じゃ巻けないのこれ。拭いて拭いて、ちょっと拭くときは浮かせないといいっすから。いいわ。大変。やばい、大変。
大変やん。交代する誰か。交代しよう、交代しよう。やってみたい、交代しよう、交代。ちょっとこれは怖い、怖い。なるほど。あ、確かにそっか。桜子さん、じゃあ行きますか。あー、もうなんかまず大丈夫かな、重量。横向くのもめっちゃ怖い。ラッちゃん、平気ね。力全然ない。それがずっと続くわけですからね。え、どうつけどうか。あー、重い。諦めるかもしれない、これで私。ちょっと待って、これどうやってつけたらいいんだろう。これで、え、ラッちゃん、いける？めっちゃ重いよ、めっちゃ重い。あ、やばいかも、本当に。俺が嫌だ。後ろからつけて。うわ、マジか、しんど。これどうやってつけたの？あ、それ違う。もうしんどいんだけど。あ、こっちこっち、これは。あ、こうかな。あ、すいません。え、待って、無理かも、私。あ、待って、マジで。本当に、これ本当？え、本当に、はいはいはい、こんな重い。めっちゃ重い。え、待って、待って、待って。どう？あ、なんかやっぱルナの方が妊婦感あったね。ちょっと10円拾ってみてよな。拾って拾って、ギャルママ、ギャルママ、ギャルママ拾って。ギャルママだな、確かに。あ、やばいね、これやばいでしょ。膝やられるわ。うん、膝持ってかれるわ。やっぱ普通には取られへんもんね。あ、どうも、ちょっと赤ちゃんが、赤ちゃんが、赤ちゃんが、危ない、守られちゃんが。待って、もう一回やってみよう。あ、こうは無理だ、やっぱ無理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 だ、無理だ。危ない、膝がもう。ラッチャー危ない、ラッチャー危ない。私やばいかも。買い物ね、した場合、両手こうやって持って家帰らないとダメですから。立たない。頑張って、待って、やってないんだ。だって将来だって絶対なるんだから。ヒールがな、ちょっと。ヒール脱ぎたいんだけど。ヒールがちょっと厄介よな。うん、本気出した。ヒール全然無理。まあね、その時にはまあヒール履かないだろう ね、 やっぱ。はい、じゃあお会計これでやって、お買い物しました、旦那さんのご飯買ったよ。はい、これでもう帰って、ちょっと歩いて、歩いて、どう。あー、もうやだ。あ、雨降ってきた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 。傘も差した。お腹の赤ちゃんが風邪ひく、私が風邪ひいたら、お腹の赤ちゃんが赤ちゃんが風邪ひくよ、風邪ひく、風邪ひく、濡れる濡れる、もういらない。そう、そこからまたね。うわぁ、ほら。もう一個、もう一個、もう一個、もう一個。うわ、かわいそう。本当にかわいそう。無理無理無理。タクシー乗っけたら、もうこういう人見たら。やばいやばい。一回寝てみて、寝てみたい。寝てみて、寝てみて。あ、なるほど。ディレクターさんの奥さんが一番しんどいのがこの状況らしい。もう、いや、もう最悪。だってさ、何もなくても買い物袋重たいの嫌だもん。あ、重いでしょ。おはよう、ラッちゃん。ダンってくるの。おはよう。起きて起きて。結構もうダメージいってるけどな。いや、起きれない、もう全然起きれない。赤ちゃんが。マジで起きれない、全然。ちょっと、ちょっと、ちょっと、中身、中身。赤ちゃん産もうとしてて。え、ほんまに無理でしょ。生まれないもん。だからこう横で横でマジで起きれる。頑張れ頑張れ。あー、やばい。あ、やってみ。やばい、いいな、やばい。一番後ろには流れ力ないからね。もう一個じゃ、確かに妊婦ママ、もう一個あるの？もう一個ある。ママ友になりなよ。ママ友、ママ友、ママ友やろ。しんどい。いやー、これ本当はちょっとあれだわ。こんなもんやばいか。やばいやばい。もう今考えてますね。これはもう本当重い。これずっとか。え、そう、ずっと後ろで。え、ありがとうございます。あ、ね、本当そうですね。めっちゃ重いでしょ。母の気持ちが分かります。これつけただけでも、こうやって、なんでさ、なんだろう、あれ、トイレか。はいはいはい。いや、めっちゃ重いっしょ。そうですか。トイレ。すごい。あ、でも。拭けないじゃん。トイレ。トイレやばいでしょ。拭けない。拭けない。拭けなくない。あの、トイレットペーパーが遠かったら無理。こういうのが。あ、あげる。なんか私意外と平気かも。え、あれ、見ますか。そう。向いてる向いてる。向いてる向いてる。じゃあ荷物とか持てる。荷物はまあ、よいしょ。あ、まずは。うん、片手で。すごいすごい。あ、すごいじゃん。あ、でも10円も落ちてますよ。あ、10円も落ちてる。あ、すごいね。すごいじゃん。え、すごいやん。どうしよう、妊婦向いてる。変な才能、変な才能があり。あらららら。レイコ、レイコすごい。え、すごいやん。
いるやん。何かな、何かの妊婦向いてるわ。寝てみます。あ、そうですね、うん、みんなあの寝て起きるの大変。あ、そうですね、それは確かに大変な、大変そうだったから10円はい、ありがとう。よいしょ、おやすみなさい。え、なんかもう赤ちゃん一緒に寝ようね。よしよし、なんかいいね、安定感あるね。安定感。え、すごい。が食べるとしてる。あ、おはよう、起きてみようかな、ちょっと。あ、すごいじゃん。あ、筋肉あるんじゃん。あ、すごい。確かに。妊婦向いてる。向いてる。ちゃんすごい。起きようね。作ろうかよ。あ、もう今日にでも作れます私これ。なんかすごい、桜子さん楽しようとして子供グッて上げてるから。本来そんなことできない。ずるいわな。グッて上げれないよ自分の腹。めっちゃ面白い。いいわ。心拍したわ。なんかこれすら可愛く覚えてくるからね今も。もう母性が溢れてる。母性が溢れようか。つけてほしい。確かに確かに。うわ、いやだわ。つけてほしい。将来奥さんがね。そう、奥さんがだって、あ、その希望、奥さんがだって、希望なんかあったな、そんな映画。そう、しおちゃんが、しおちゃんが、ね、なんだっけあれ、はい、なんだっけあれ、オッケーオッケーオッケー、何超えてるよ、あれ。あー、重た。インタカ、これでも妊婦になるんだ。筋力をちょっとつけてないと。本当に重たいですね。筋力すごい大変です。これは本当にこれ腰いますね。いや、そう、これ腰痛とか大変。知ってくれてたらやっぱり、ね、やっぱり奥さんに優しくできる。本当にこんなしんどいの。はい、大変だよこれ。男でも重いもん。重いですよね。うわ、でも無理だね。いや無理です、無理ですよね。前かがみ無理だ。こうやって気をつけないといけない。あ、確かにな。いや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 、怖い怖い。あ、でもまあ面白い。腰がね、これ痛めそうだよね。確かにな。あ、寝てみます。でもあちこち痛い。うわ、え、もうやばい。寝るのすごい大変です。かわいい、なんかかわいい。かわいい、かわいい。めっちゃかわいいな。実際さ、これ本当にこれお腹。ね、あ、もうずしって圧迫されるのか。でも圧迫されるもん。赤ちゃんいるから。苦しいわ、もう。お腹が起きれますか？起きるのが。いや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 、男でなんとかだね。女の子はこう横になる部位だね。あ、じゃあ、あ、トイレが。いやじゃあ、こんなんはたまに駅とかで和式とかしかなかったら最悪や。無理無理、和式無理。和式無理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 。昔の人じゃあすごかったんだな。確かに昔の人は和式しかないから。確かに。ね、要は和式になってよかった。本当ね。いや、おむつ変えるの大変やけどな。すごい。変えてもらう。変えてもらう。何の人に変えてもらう。これがでもさ、出てくるわけやからね。それもまた話変わるけど、すごいことやるな。出てくんだよ、だって。でも、ね、これ何ヶ月もね、妊婦さんは。いや、痛い痛い痛いよ。取ります。痛そう。頭が上がらないですけどね。本当、母は偉大やで。母はすごいですね。お前のさ、ワンオークロックにハマってるおかんだってそうやって産んでくれたわけやんか。そうよ、本当に。でも俺、まさかの 1800g だったから。いや、もう笑われへんから。え、そんなんで笑われへん。